Hehehe.
そうだ。 ありがとう。 なんだ。
やれやれ。ま、ありがとな。ありがとな。ありがとな。
寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。世にも希少な。いらっしゃい、世にも希少なヘキセン石だよ。さあ見てってよ、隣の女より安くしとくよ。なんですって。くっ、隣に店を出すなんて。売られた喧嘩は買ってやろうじゃないの。美しい。しかし、お隣と同じ石のようだ。同じ石でも純度が違うよ。ほら、よく見てみな。透き通って奥まで見える。不純物がない証拠さ。綺麗なもんだろ、ご婦人。あなたの瞳には負けるけどね。まあ、あいつは。ところで旦那、娘さんがいらっしゃるね。その人形、ボルダーフォール製だろう。高貴な娘さんが欲しがる一品だ。うん、その通りだ。わかるぜ、娘には最高な土産を持って帰ってやりたいもんさ。だけど、その人形で本当に満足かい？この石は、俺の技術で磨いた一級品。見てくれよ、この輝きを。娘さんは、この光を見つめて毎日こう思うのさ。お父様はどうしてるかしら？どこを旅しているのかしら？早く帰ってきて、お父様。どうだい旦那、もう悩む理由なんてないだろ。確かに娘の喜ぶ顔が浮かぶようだ。面白い少年だ。一つもらっていこうか。毎度あり。ご注目、ご注目、世にも珍しいヘキセン石だよ。ここでしか手に入らない希少な石、価値は俺が保証するよ。私にもくださいな。うん、一つ譲ってくれ。毎度あり。繁盛、繁盛。おや、お隣さんはずいぶん寂しいな。今回は負けを認めるわ。したって、あんなにうまく回るものなのね。お宅の舌は見せかけかい？お客の心も財布の紐も商人の言葉次第さ。何よそれ、調子いい言葉ばっか並べて。本当にいいものを見極めて提供するのが商人でしょ。客色と言ってくれよ。お客も満足してるだろ。でも商人は言葉が武器だ。覚えときな、もやし女。
トレサさん。よう。しょうがないな。ところで、うん、いいね。そんで、で、へえ、いや。そって。いいか。おお。おいおい。おい。なあ、ちょっと、ふん。
Omar. Oi. Yes. ドレサ。
分かってきな。えい！それで。少しは成長できたでしょうか。出直してきた。